く。くそ、ゴーはどこだ？あ、あの隙間はなんだ。やった、やっと見つけたぞ。あれ？かかか、金網だと。やっと見つけられたのに。だ、ダメだ、熱くて意識が。という夢を見たんだ。いや、現実なんだけどね。金網を見た時のことを思い出すと、今でも涙で枕を濡らしてしまうぞ。しかし、視聴者様より反対斜面に貫通しているという情報をいただいたぞ。反対斜面の合口を見つけて、枕を濡らす日々に終止符を打ってやろうぞ。今日も田原高地にやってきたぞ。さて、合口はどこだ？あ、あれは。あれが入り口か？いや、違うんかい。ふざけんなよ！10メートルくらいで崩落してるな。すぐ隣に怪しげな崩落跡があったぞ。かつての入り口部分が崩落したようだな。入れる隙間があるな。こっちは奥行きがあるみたいだ。これはビンゴか。膝丈くらいの高さしかなくて狭いな。今回ばかりは手ぶれを許してほしい。かすかに光が見えるぞ。あとちょっと進めば少し広くなるな。ちょっと広くなった。沖縄を守備していた第32軍の第1主陣地にも近い田原高地には、多くの陣地壕が構築されたようで現在でもいくつかの壕が残っているぞ。動画にもしているのでぜひ見てほしいぞ。山の中を貫通させるなんてすごいよな。特に何も起きていないなぁ。進めるのはここまでのようだ。兵隊さんが通ってた頃はもう少し広かったのかな？ライトないとこんな感じだ。戻っていくぞ。狭い部分はカットするよ。今回はなかなか狭かったな。しかし、どこに繋がってるか分かってよかったぞ。今回は20メートルくらいでそこまで大きくない壕だけど、謎が解けてよかったよかった。もう枕を濡らす日々とはおさらばだ。壕に関しては、超狭いということしか語ることがないので、今回はこれで終わりにするぞ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは主に戦績動画をアップしてるんだぜ。チャンネル登録してくれたら嬉しいんだぜ。他の動画も見てね。